リーグアン第6節のリヨン対マルセイユ戦が、地時間4日に行われ、1-1のドローに終わった。マ・セイユの DF、酒井宏樹は先発フル出場を果たし、DF、ユースケとは、ベンチ入りしなかった。今シーズン、欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料お試し実施中、マルセイユは、前半16分、ディミトリ・パイエのゴールで先制したが、後にはそのパイエが退場。残り70分以上を数的、リで戦う苦しい展開となり、PK で同点に追いつ、れはしたが、1-1のまま耐え抜いて、勝ち点1を獲得した。フランス各メディアでは、酒井に対して、無全体と、同じく苦戦を強いられたとして、C 評価。だが難しい状況の中である。程度勇むしていたという見方もある。フランス、フットマーケイトでは酒、20点満点で、3.5 と低評価をつけ、リヨンの左、SB、メル、インバルドに、しばしば遅れを取っていた、のサイドからたびたび攻め込まれ苦しんでたとコメント。ソフットも、酒井を採点、4とし、難しい試合、だとしている。一方、マキシフットでは、採点、5.5 をつけ、悪くは勝った。リヨンの波状攻撃を受けながらも損を食い止め、何度か、デュエルにも勝利していいと評価。クラブ専門メディア、レファシーンでも同じく、5.5、最終的には、チーム全体と同じく耐え抜いた、述べている。両。